どうも、こだまるです。きーたろです。今日はボーイズプラネットの惜しくもデビューに至らなかった、まあ、ファイナリストの、まあ、お手紙が、まあ、全員分公開されたので、そちらの話をしていきます。まあ、ファイナル終わってから何人かずつ、まあ、手紙とか公開されてたんだけど、今日でファイナリストね、全員揃ったって言い方もあれだけど、全員分見せてもらえたから、うんうん、まあ、一人ずつ触れていこうかなっていうね。ねえ、なんかやっぱり、こちらとしてはさ、大丈夫かなとかさ、元気にしてるかなとか、消息知りたいなとか、なんか、まあ思ってたわけじゃん。でもこうやってさ、うん、お手紙、しかもさ、なんか今までと違って日本語で書いてくれる方もすごい多くて、うん。なんか嬉しいよね、そういうなんか違いっていうか、前と違うなって思ったりしたし、そういうところも。確かに日本語のメンバー多いね。まあ多分参加者もやっぱ外国グローバルのやつだったし、うん、明らかに投票がさグローバルだったからなんかな、やっぱり。ああ、なるほどね。じゃあユン・ジョンウン君から一人ずつやっていこうと思います。でユン・ジョンウン君はね、インスタでね投稿してくれてて、うん、なんならね、このお手紙もそうなんだけど、なんかインスタ投稿結構活発で、なんかイースンファン君とめちゃくちゃダンスしてるやつ。ああ、はいはいはい。なんかね、ホッサマーもスンファン君と一緒に踊ってたりして、すごい動き早いと思って。なんか。いいね。しかもなんかタトゥーあらわみたいな感じで、すごいユンジョンぶっかましとってめっちゃ好きなの。もうそっか、制服で隠すってあれだけど、そうだね。もう、全面にね、出してるってことね。そうそう。あとさ、やっぱユンジョンくんのさ、過去のやつとか見ていくと、めちゃくちゃ日本の風景で写真撮ってて、新大久保時代を思い返されてさ、あ、結構いらっしゃったんだなと思って、うん、なんか、あ、すごい頑張ってたんだなと思って、なんかしみじみしてしまったわ。ていうかでもやっぱさ、日常の風景とか多いから、なんかちょっとリアコ感もあっていいよね。いや、わかる。わかる。ね、てか、こんななんかイケメンおったん、怖ない？新大久保に。マジで。そうだね。もしかしたら数字が取ったかもしれんわ。優勝しとか話しかけたいよね。ねえ、本当に。で、まあ、お手紙か。お手紙はさ、まあ、もちろん、こんにちは、ユン・ジョンが始まって、なんかさ、思ったんが、なんか、ここでさ、日本の、初めて日本で、オーディションを受けた時から、って言ってるんだけど、日本で受けたみたいな。ね、あ、じゃあオーディションのスタートが日本だったってことなんだ。うん、チョウム初めてを日本でオーディションを塗る、なんかそんな感じだから、うん、うん、なんか本当日本にめちゃくちゃ滞在してて、多分家とかあったんだろうね、もうこの感じなら。ああ、もう住んでて拠点が日本だったってことか。いや、多分そうじゃないかな。で、そこから、だから日本でオーディション受けてから、まあやっぱ最後まで、舞台終わるまで本当に最善尽くしたと。だから後悔がオプスミだってね。うん。うん、ありませんって言ってるんよ。なんか。ありませんって、もうびっくりマークついてるもんね。そうそうそう。あ、きっとオプスミだ、読めたっけ。オプスミだ、読めた。よかった、まあ。あとはやっぱりその最感謝の言葉だよね。なんか一緒に、なんか苦労したスタッフの方々とか、うん、まあ、やっぱスタークリエイターへの感謝とか。で、やっぱり最後の方は本当にこれからもアップロードを、ここら辺から、これからも、何々する、できるユン・ジョンになりますと、手げすみだ、なります。あ、もう、うん、うちらが大好きな構文だね。そうそうそう。ユン・ジョンが、手げすみだ、ですからね。うん、あ、いいね。なるほど。最後も、愛していますって、サンハウニだって。そう。いいよね。うん。だから、インスタで結構活動なんか見れるような感じだよね。ああ、それさ、なんか今の時代めちゃくちゃいいやつじゃない？個人スタって、いろいろ動画とか、ストーリーとか上げてくれて、みたいな。そうだね。まあ個人練習生だからこそやっぱフッカルな感じにはなれるんだと思うよ。うん。あ、そうだそうだそうだね。うん。で、次が中村伝くん。まあお手紙もね、本当英語、日本語、中国語で書いてくれててさ、しかもさ、その日本語でも思うけどさ、結構文、なんか長いのすごくない？すごいね。たくさん書いてくれてるね。そうそうそう。なんか、あ、それがすごと思って。しかもさ、クレヨンしんちゃんの便箋かわいいしさ。うん。しかも猫ちゃんのこれシール貼っとるんかね。いや、そうなん。中村くんさ、あんなさ、なんか、ちょっと、照れ気味みたいなところいろいろあったに、いろんなところで。でもよく考えれば、うん、いろんな衣装着てたし、女性のやつとか。うん、なんか、おもろいんかな、やっぱり。意外とそう、お茶目っていうか、結構そういうの好きかもしれんね。いや、そう、なんか、ステージ出るの恥ずかしがってたよなと思ったら、それお兄さんだったんだしよ。記憶間違いで。あ、お兄さんだったってなったんで。いや、お兄さんはそもそも芸能興味なさそうだから。
そうそうそう。まあ、中村伝くん、そう、なんかね、あと、エギン来た感じのやつかな。なんかもう一枚探したらさ、うん、すごい黒みちゃんとかサンリオいっぱいみたいなお手紙もあって、それ。そうなん？そうそうそう。すごい。でもそれは多分広告に来た時に、あの、ボイクラまだ、そうそうそう、貼ってたやつかなって、うん。まだちょっとね、ちゃんとは見てないんだけど、そういう雰囲気だったから。あ、そう。日本のキャラクター浸透しまくっとん、中村伝くんと思って。やばー。めっちゃ、一気に親近感がね。いや、そうなん、そうなん、そうなん。うん、うちらはクレヨンしんちゃんのスタンプめっちゃ使うからね。いや、そう、可愛いよね、クレヨンしんちゃんね。うん。で、韓国語の方はね、先にちょっと上にしてると思うんだけど、なんか押してる方はね、もちろんね、知ってると思うんだけど、そう、トゥブダンっていうファンダムの名前だったんだね。あー、なるほどね。で、そのチューブはその豆腐って意味だから、ちょっとどこからそれが来たのかがさ、その、ね、多分メイテのザクロダン知らないみたいなのと一緒で、どこから来たんやっていうやつなんだけど、とりあえず可愛いね。チューブチューブの、チューブチューブカムデンですみたいな感じだね。ここの。チューブチューブカムデン。チューブチューブ。あー。うん。なんやろね。チューブチューブカムデン。いいんだ。うん。やっぱ豆腐みたいに白いからとかかな。なんかいろいろあるじゃん。ふわふわしてるとかさ。確かに。もちもちしてるとか。うん。顔の感じとかね。うん。ツヤツヤとかね。うん。なんか個人的にはさ、ここら辺のね、ちょっと読める方はすぐわかると思うんだけど、初めは自信がなくて、なんか魅力をお見せするのがすごい難しかったけど、その大きな愛のおかげで、皆さんがくれた、僕にくださった大きな愛のおか、愛が、愛のおかげで、なんか自信がつきましたって書いてあるんよ。うん。いい話やなと思って。確かに。ええー、いいね。なんか、こういうエピソードをめちゃくちゃなんか手紙で言ってくれるの嬉しいね。そう、なんかさ、中村伝くん、最初なんか特に順位、1話ね。1話の時とか順位ちょっと下の方だったじゃん。うん。83位とかだっけな。80位台だったね。いや、そうそうそう。いや、すごいからね。めちゃくちゃすごいよね。すごいよ。すごいストーリーでファイナリストまでになってね。ね。そっか、言わなかみんだったからかな、やっぱり。あー、そっか、G のベクドアだったもんね。ね。なんか私今すごいごっちゃになっとって、ハイジンと一緒だったっていう記憶だったんだけど、多分多分ローかな、あれと混ざっとるんやろね。でも、ベクドアでもあったよね、ちゃんと G の。そうそうそう。うん。でも確かに、K のベクドアはハイジンおって、G のベクドアには中村でおったみたいな、なんか。そう。うん。で、中村でも、兄ちゃんか弟かどっちかなってなるってことや。いや、さ、弟な。あとさ、あと日本語の方もね、もちろん、今ちょっと最前面にしたけど、もうちゃんとさ、トゥブトゥブカムデンですわさ、日本語でもちゃんと書いてくれてて、トフトフってまで書かわいい、優しい、優しいガイドまでしてくれとる。かっこ、トフトフってさ、そんなことさ、今まで見たことある、そんな名前を。かっこ、トフトフだよ。だってさ、これってさ、韓国語の語感だからさ、なんかこう言い訳じゃん。トゥブトフみたいな、うん、トゥブトフみたいな。うん、でも豆腐豆腐って日本語で3文字3文字みたいなさ、ちょっと多い感じがなんか可愛いよね、うん、豆腐豆腐カムデンですみたいな。可愛い、 だって、でもこういう意味なんだよっていうことをちゃんと伝えてくれてるってことだよね。いや、そう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 。優しい。ね、豆腐団だっちってね、うん、すごいね。なんかさ、すごない？だってさ、英語圏の人なのにさ、うん、すごい、ハングル多分書くのも多分ね、ちょっとどういう環境で育てられたか分からんけど、ね、ネイティブじゃないかもしれないし、で、さらに日本語を中国語って言って、うん、どんだけみたいな。本当に。すごいね。しかも字も上手だね、日本語さ、うん、本当綺麗に書いてるよね。いや、そう。かわいいね。かわいい。これからも、もっと成長できるように努力し続けますので、温かく見守ってください、だって。ねえ。しかも結構完璧じゃない？日本語的にも。うんうん。すごいいい文章。ねえ、とりあえず、かわいいね。かわいい。なんか、かわいいね。なんか、うん、ね。じゃあ次、スンオンくん。てか、スンオンくんもハングルとか、日本語とか英語とか、中国語とか、すごいね。ねえ。なんかさ、まあ、やっぱパッと見たときに、ね、全部一つにまとまってるからすごい見やすくて、やっぱ気になるのが、諦めの悪い男、ユースンオンですが、やっぱいいよね。大好き。ね、この多分スラムダンク見てるやろな、みたいなね。うん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 。諦めの悪い男って、誰だっけ？ミッチー？ミッチーのことじゃないかな。そうだよね。でも私まだ見てないよ、うん、スラムダンクの映画。見たい。いや、そうなん、そうなんね。盛り上がっとるんに見てないがね、うちら。そう。しかも世界的に結構盛り上がっとるんにね、アジア系で。そう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 。だから、諦めの悪い男だから、これからも諦めず一生懸命に練習して、かっこいい層になって必ず戻ってきますって。わかる。いいね。
なんかさ、そのかっこいいのさ、なんか、かのとこのさ、つの感じとかすごい可愛くてすごい好きな。わかる。わかる。かわいい。かわいいね。そこで切った感じも含めて好きな。確かに。かっこ、かっこカタカナでイがひらがなっていうのもなんかすごいいいね。そう、めちゃくちゃかわいい。うわーってなるね、なんか。かわいいね。で、やっぱ気になるのがね、あってハングルのところで何やるかなと思ったんだけど、うん、なんかあの最初の挨拶のところにちょっと小さくて読みにくいかもしれんけど、なんかまあここだ、最初の本当にここさ、ビジュアルメインボーカルユースウォンですっていう自らビジュアル名乗る感じがめっちゃ好きな。あーいいね、好きだよそういうの。そう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 。なんかあとね、途中のとこだと、まあもちろんね、感謝の気持ちをねすごい伝えてくれてるんだけど、なんかあのボーイズプラネットが終わっちゃったけど、そのユースウォンのアーティストとしての人生はこれからがスタートだと思ってるっていうところが、なんか、あ、頼もしいと。いいね。わー、それめちゃくちゃいいね。うん。いや、だってね、才能はもうみんな知っての通りだしね。うん。なんかその、もちろんビジュアルもそうなんよ。なんか、うん、そう、スノン君は、やっぱウィーファーでデビューするんだろうね、きっとね。うん、いや、逸材はね、デビューしてもらわないと。いや、そう、だって諦めの悪い男だからさ。うん、そうだね。うん、でもさ、やっぱこのファイナル後ってどうしてもファンはさ、特にだけど、その喪失感とかさ、寂しいとか悲しいとかいう気持ち多いと思うんだけど、そこで佐々木こなまるも言ったけど、まあ、これからがスタート、これからが始まりって言ってくれてるのがすごい希望に溢れてていいよね。うん、そうなんよ。なんか、今回のプログラムは、まあ、こういう結果だったけど、でもファイナリストっていうだけでもやっぱすごいし、うん。うん、なんか、スモン君のあの実力とかさ、ね、なんか見てると、なんか正直成功する人だろうなって思って見てるよ。うん。いや、わかるわかる。ね、うん。なんだろうね。この、なんか、うん。なんかすごい成功しそうって思うわ。わかるわかる。うん。まあ、もちろんみんなに言えるんだけどね。うん。で、次の3人が、イ・ジョンヒョン君とクム・ジュンヒョン君とイ・フェテクさん、フィ君。カバーしようとしたん。そう。なんかイフェテクくんって言えなくてさ、なんか確かにイフェテクって聞いたらイフェ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 テクってなるんだけど、そう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 。じゃあ最初イ・ジョンヒョンくんから。もうね、対策なんだけど、もうすごい5枚にわたっての結構あれだね、あの思い伝えてくれる方なんだね。そうで、しかも5枚目はさ、その日本語もだし英語もだし、この中国語なのかな。うん、ちょっと日本語見ていい、でっかいやつ。うん。え、かわいい。かわいい。字めっちゃかわいいね。え、かわいいね。このさ、猫ちゃん、最後のハートの横の日本語のね、ハートの横のこのなんか、うん、みたいな顔めっちゃかわいい。かわいい。え、すごい。敬語学んどるんだね、ちゃんとやっぱり。やっぱそうだよね。ああ、いただいたおかげでとか。そう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 、いただいたおかげでとか言うのなんかすごいね。確かに。とても幸せでした。あ、かわいい。また、おあいがさ、多いなとってかわいいね。あーに見えん感じが可愛いね。あ、ほんとだ。あ、そっか。もっと成長した僕になって、またお会いできるように頑張りますのでって。かわいいかわいい。え、かわいい。ねえ。いいね。うん。え、めっちゃキュンとしたわ。かわいい。ねえ、わかる。なんかときめくね、なんかね。ときめく、なんだろう、この字。ねえ。うん。本当に感謝します。大好きです。ごめん、もう一つ可愛いとかった。その時まで忘れないで見守ってくださいだって。あー、かわいい。かわいい。おー、これ、おっとけで、おっとけ案件で、これ、かわいいな。かわいいね。やば、うん。いいね。なんかさ、いい、頑張って書いてくれたんだなって思って、なんか、マジで、なんか、ときめくよね、うんうん。ときめく、その気持ちだけでもう、キュンとしちゃうね。やば、ときめもじゃん。そう、全然伝わらんやろ、やってないから聞いたらさ。そう、全然知らんが。私、男も女もどっちもやってるんやからね。どういうこと？人なかなかおらんがやから。どっちにもなっとるわけね、そう、気持ち的に。どっちもやっとる、私は。それもすげえな。でもほんと、ハングルの方はさ、もちろん韓国語の方はさ、うん、4枚でめちゃくちゃあるけどさ、なんかちょっと、どれを拡大しているのかもはやわからんレベルだからさ、ちょっと、いろんなさ、訳してみて、うん、なんかいいところを言っていきたいなと思うんだけど。そうだね。なんかジョンヒョン君のさ、なんか背景みたいなところを話してるところが好きで、そのボーイプラで、マイステージ、マイ順位発表式のたびに、なんか次できるかなとか、やっぱ今回最後かなっていう、なんかいろいろな
こうネガティブな感じの考えたし、うまくやれてるか確信もやっぱなかったから、なんか自信も自分に対する自信とか信頼がなんかなくなってきて、すごい心的に大変だったんだけど、うん、結局やっぱり今回さ、本当に投票とか、まあ、スタクリのもちろん応援でさ、なんかどんどん上がっていけたからさ、やっぱこうそういうのきっかけですごい嬉しいっていうことを、まあ、感じて、多くの力を感じましたっていうところ言ってくれてたりしてて、なんか、すごいより、スタクリがめちゃくちゃ寄り添ってたんだなって、なんか思ったかな。細かい、こんなに細かくさ、いろいろね、その言ってくれてるってことは、本当になんか、染みてるか、なんかファンの存在をすごい感謝してそうだよね。うん。うん、そうそうそう。ね。まあでも実際、ジョンヒョン君、うちらがさ、この順位見た感じだと、なんかその前回のステージのままだと、危ない感じだったじゃん。でも実際順位発表した時には、やっぱ順位がちょっと上がってて、その次のステージに進むっていうことがやっぱ何回かあったから。うん。うん。なんか、うちらだって24位ぐらいの時だっけな。ジョンヒョン君ってすごいかっこいいね、みたいな。なんか、やっと気づいたじゃん、うちら。そうだ。なんかほんと後半でね、こんなかっこいい、こんなすごい人いたんだ、みたいになったもんね。うんうん。でもあれ、やっぱりさ、スタクリのね、皆様がさ、うちらにね、こんなイケメンおるぜ。みたいな感じで。で、なんか示してくれたからじゃんね。そうだね。うん。そういう、そんなスタクリの方は、ヨルチョン団っていうみたいよ。ヨルチョンってどういう意味なんだろうね。ちょっと調べてなくて申し訳ないんだけど。うん、だから、ジョンヒョクもファンダム名があったんだね。まあ、やっぱ全員あるか、そりゃ。そっかそっか。で、次、右上のね、クムジュンヒョン君。クムジュンヒョクもね、2枚にわたってすごい、たくさんね、書いてくれてて。めっちゃ可愛いレターじゃん。クマさん。え？自由見てるかーみたいな、ああいうなんかさ、ゴリゴリなんか派手なやつとかじゃないんか。どういうレター？どういう臨戦だと思っとったん？なんか武骨な感じのやつかなと思ったけど、やっぱ萌え萌えキュンやるだけあるね。ああ、確かにこれは萌え萌えキュンだね。うん。まずね、クムジュンヒョンはね、挨拶からちょっとよくわからんくて好きなんで、ね。なんか宇宙、これ最強って書いてあるのかな？宇宙最強の大人になったクムジュンヒョンらしいんよ。なんかもうクムジュンヒョンだなってなったよね。これ。わかる。そうだね。もう最初でそれはもうわかるね。そう。なるほどね。ボイプラの放送終わったけど、もしかして、なんか、クムジュンヒョンの夢も終わったと思ってるわけじゃないですよね、みたいな。うんうん。ああ、いいね。ね、そうそうそう、うん、でしかもさ、やっぱりこの忘れないでくださいみたいなところをさ、結構繰り返し言ってるんよね。でも言ってるのがやっぱ宇宙最強の清美って、うん、これさ言ってたじゃん。清美可愛いって、うん、最強の可愛いクムジュンヒョン忘れないで、でボイプラの5歳の参加者忘れないでっていうくださいって。なんかいちいちうるさくていいね。可愛い。そう、なんか切実さも感じつつ、なんかクムジュンヒョン節みたいなのが入ってて、すごいクムジュンヒョンを感じれていい。確かに合間合間にちょいちょいそういうの入れてくるね。うん。でなんかさ、なんか右側のやつはさ、トゥークムジャンディって書いてあるんだけど、これがあれかな、ファンダム名、ファン名だよね。うん。そっかそっか。だから2枚にわたって書いてるけど、最初終わったと思いきや、このクムジャンディに向けても1枚使って書いてくれてるってことだね。そう、しかもさ、最初の方は、なんかやっぱクムジャンディって言葉を、まあ、言えてなかったのかな？なんか言えてないみたいなこと書いてあるんだけど、でもこれからは、クムジャンディ ×100 しますみたいな感じなんで。うん、しようと思いますよ、ちょっと。あどういうことなんかわからんけど、でも言ってくれるってことなんかな？きっと。そうだね。しかもクムジャンディハートってなってるから、もう、うん、かわいいね。もうこれからどんどん使うよ、みたいなことなんかな。うんうんうん。で、しかもその後、やっぱファイナル前のさ、順位ちょっと落ちた時のことについても触れてて、なんかそれがやっぱすごい、うん、もう、泣きたかったし、やっぱすごい悔しかったみたいで、うん。うん、で、しかもその応援してくれてるみんなはもっと悔しかったよねっていう、どれだけ悔しかっただろうかっていう感じのこと言ってて、なんかこれは本当にさ、ファンに向けてだからこそ出てくる言葉だよね、うん、いいね。そうだね。だからクムジュンヒョンとしての表向きのやつと、あとファンに寄り添ったみたいな内容でいいね。うんうんうん、うん、だから結構そのクムジャンディ宛てには本当に自分の内面みたいなところを、まあ、その後も結構書いてあったりしてて、うん、なんかやっぱね、番組内ではもちろんその明るいバラエティに富んだクムジャンディじゃない、クムジュンヒョン。クムジュンヒョンって感じだったけど、うん、なんかそういうさ、ファンに向けてのなんか誠実さみたいなところもすごいいいな、みたいな。いい。いや、すごい伝わってきた、これ。
あとなんかすごい気になるのがさ、一番最後の方にさ、なんか、クラッシュソンベンギンの、なんか、曲名なんか書いてあるね。なんか曲紹介されとるんかな、うん、ラジオなんかな、なんかいいね。いいね。最後のリクエスト曲みたいなの言ってるから、そういうことかね。まあなんか僕の気持ちを表す歌ってことなんかな、きっと。なるほどね。うわ、ちょっとシャレとるね。いいね。シャレとる。シャレとるけど一番最後にもやっぱり宇宙最強の清見クムジュンヒョンよりって言ってるからちょっとうるさいね。めっちゃいいね、それも。ああ、めっちゃいい。ぽくてめちゃくちゃ好き。なんだこのクマさんに対していろいろ書いてるのもすごい気になるね。確かに。何やろか、これ。確かに。ああ、おもろ。じゃあ次、ふいくん。ふいくんはインスタのところにね、投稿してくれてたんだけど、まあ、この文で、で、さ、インスタってやっぱりそのまま翻訳できるからさ、結構それ見て、うん。いく感じで言うね。うん、まあ、もちろんね、最初の方には感謝の言葉があって、ちょっと、まあ、ふいさんらしいな、ふいくんらしいなと思うのが、まあ、ペンタゴンのメンバーであり、アーティストのふい、研修生のいいフェテクではなく、私はもっとクールで新しい姿をあなたに見せるでしょう、みたいな。うんうん。え？まだ他にそういう一面用意してるの？みたいな。あー。でもこの言い回しだとさ、ごめんね。翻訳の言い回しが合ってるか分かんないけど、私はペンタゴンのメンバーでありありだから、あ、私はペンタゴンのメンバーだから、ペンタゴンのメンバーとして新しい姿を見せるでしょうなのかなって思ったけど。ああ、そうだそうだ。いや、そうだね。わからん。でも、なんかニュースでいくつかなってたじゃん。それはさ、結構ペンタゴンとしてみたいな感じじゃなかったっけ？うんうんうん。そうそうそう。まあ、だからまあ、ペンタゴンとしての、こう、ボイプラ参加前に、なんか感じてた境遇というかさ、ペンタゴンの置かれてる状況みたいなところからは少し脱したのかな、もしくは、うん、もうみんなで頑張ろうみたいな感じになって、なんか、うん、とりあえず動いていくっていう方向性なのかな。なるほどね。それはそれでめっちゃ楽しみだね。うん、やっぱり今回さ、最近は多分個人のさ活動がふいくん含めてさ多かったと思うんだけど、でもなんかそれでさ、その個別の活動で知った人たちがペンタゴンとしてのを初めて見る人もしかしたらいるかもしれないしさ、ペンタゴンとしての活動をすごいいいきっかけになってくれるといいよね。確かにそうだね。めちゃくちゃまたね、新たなその人たちに知ってもらえたと思うから、また活動の幅とかも広がるだろうしね、うん、いやそうなん、うん、あとマジで私ジェリーパップめっちゃ聞いとるんだよ。ジェリーパめっちゃ聞いとるマジで、ふいくんのさ、もうさ、ベレー帽の姿とともにさ、ふいくんの声がめちゃくちゃ脳内浮かぶんですぐ。わかる、ふいくんの声すっごい耳に残るよね。いや、そうな、そうな。もっと聞かせてみたいな感じで、ね、声を聞かせて。いや、それビッグバンだから。懐かしい、懐かしい。いきなり、それビッグバン先輩だから。しかも日本語のやつだよ。日本語の曲。日本のやつやね。うん、じゃあ次がこの3人で、ケータとパクハンビンとジェイ。じゃあまずケータからね。まあ、まずね、ケータがこの手紙くれたのが、結構私の中では、こう、ファイナリストの中では、ちょっと最後の方だったから、なんか結構音沙汰もなかったし、大丈夫かなって思ってたね。なんか心配な気持ちが結構強かったわけよ。まあそうだね、ちょっと間空いちゃうとそうなっちゃうよね。そう、私なんか偶然にも、ファイナル終わった後、私のなんか知り合いの方から結構久々に連絡来て、で、ケータ推しだったんですみたいな、なんか、うん、辛そうな感じのね、そういうやつもらって、あー、な、そうだよねみたいな、やっぱなるじゃん。なんかいろいろ私もケータに思いはせ始めるわけよ、やっぱり、うん、どんどんますますね。そうっていうのもあったから、すごいもらえてほっとしたみたいなとこあるよね。うん、いや、わかる。なんかケータの手紙待ちわびてたみたいなとこあるよね。そうなんで、個人的には、まあ、もちろん全部韓国語だったんだけど、なんか好きなところというか、あ、なるほどって思ったのが、なんか本当に、チョンマールのとこね、本当にたくさん悩んだ後に、悩んでから参加することになったボイプラ、ボイズプラネットしながら、なんか変わらずそばにいてくれて、本当にありがとうっていうところ。で、特になんかたくさん悩んで決めたみたいな感じのところが、うん、やっぱり、そうだったんだっていうのもさ、うん、なんかすごいしみるわけよ。いや、しみる。いや、俺もそこすごいしみたもん。ケータさ、この J1 のさ、動画とかでもさ出てたから、存在はね、もちろんその前に知ってはいたけど、こうやってさ、ボイプラに参加したことによって、もうさらに深く知ることができたじゃん。うん、うん、うん、だから参加しなかったらこんなにもさ知ることがなかったかと思うと、すごいなんか怖い、逆に怖いからさ、うん、うん、うん、ほんと出てくれてありがとうって気持ちだよね。
まあそうだね。なんだ、あの K-POP 好きな人とかはやっぱトレジャーのさ、うん、あの排出したやつ宝石箱見とるから YG の、私もたまたま そうリアタイはしなかったんだけど、うん、あれ YouTube で公開されてるから見て、ケイタの存在も知ってて、うん、そうしかもめっちゃ歌上手くて、今さラッパーみたいな感じだけど歌も超上手いから、そうそうそうっていうのしてからのボイプラだったから、なんかすごいこの悩んでみたいなところを聞くと、やっぱケイタのさ今までのさ練習期間もすごい長いっていうのもさ放送の本編でもあったけど、なんかそういう背景とかもすごい感じて、あそうだよねみたいな感じになるよね、うん、そうだね、うん、あと好きなのがあのカッコのとこ一番下の方のさカッコのところの PH1、うん、ごめんね、ま、このお名前のマスターの名前結局覚えれんまま終わったんでPH1 分かる分かるそうだそうなのかな、うん、お顔も存じ上げてるんよの、あのマスターがさ、あのファイナル終わった後、ケイタ一緒に作業やろうよみたいな、連絡してねみたいなことをさインスタでわざわざ名前を名指しでさ投稿してくれてたじゃん。でそれ結構話題になってて、ね、そうそこでやり取りしてるのはすごい良くない？いいね。そう、必ず連絡します、一緒にやりたいです、ハートみたいな、ハチュみたいな感じもすごいなんかほっこりする。いいね。公の場でさ、まあ、個人的にもしかしたら連絡取ってるかもしれないけど、公の場で返事するっていうところがなんかさ、もうファンも嬉しいじゃんね、そういうの見られるの。うん。いいよね。そうだね。いや、だから、実際に本当になんかこう、高校のマスターの声掛けとかからで、なんか作業というか、曲発表したりとかあるといいよな、と思ってさ。で、しかもさ、あの、バブル開始するみたいなのがあったから、そう、私バブルまだ未経験なんだけど、バブル未経験の女なんだけど、うん、そうなんか、うん、多分コミュニティの何かが復活するんだよね、きっと。ああ、そうだね。なんかそういうやりとりみたいなできる。なんかね、SNS みたいなやつだよね。そうそうそう。まあ、だから、あの、ケイタがね、どういう感じの投稿してくれるのかが、まあ、結構やっぱ注目なのかなと思って、すごい楽しみだよね。確かに、そうだね。ケイタの今後が本当気になるとこだよね。で、次がパク・ハンビン。あの、ウェイクワンは手紙長いで有名なんかよ、もしかしたら。すごいすごく思いを伝えてくれるよね。そうそうそう。なんかあの、競っとるわけじゃないよね。すごい、うん、すごい思い伝えてくれて、すごいありがたいね。いや、すごい。しかも、パカンビめっちゃ字綺麗だよね。思った。てか、日本語も綺麗じゃない、ね、そう、日本語も綺麗。うん。嬉しい。しかも、日本語もこんなさ、一枚丸々使ってくれてさ、すごい嬉しいね。いや、そうなん。しかもさ、この日本語のさやつさ、好きなのがさ、いつもイベントを開いてくださる方々が日本の方々だったのでとても感謝していますし、もっといい姿をお見せしないといけないと思いますっていうところが、まずやっぱ知ってくれてたんだっていうのでオタク号泣じゃんこれ、うん、いやそうだよ、そう、うん、あ、ちゃんと気づいてたんだっていう、ね、日本のファンが多かったんだっていうのがなんかね、うん、いいよね。てかすごい、その後もいいね。言葉が通じなくてもたくさん応援してくれて好きになってくださって、私も本当に申し訳ないし感謝しています、だって。なんかごめん、急にグッときたわ、やばいね。やばい、そんな申し訳ないとかじゃないんだよ。しかもさ、その後さ、それでこれから私が言語の勉強もたくさんしながら、直接私たちが会った時日本語で話したいと思いますっていう、だから直接会う機会を示唆しているんですね、ここで。いや急にいやそうだね、いやそうや、そういうことだよね。そうそうそう、いいね。あと、ほんと字綺麗なのがマジでいい。すごいなんか好き。マジで上手。うん。なんかさ、しかもさ、この手紙もさ、机の上でカシャって撮ったんだと思って、それも可愛い。そうだね。ちょっと待ってよ。紙感すごくて好き。確かに、紙のさ、ちょっと歪みみたいなのもわかるもんね。そう。紙感も好き。また会える時まで私のことを必ず覚えてください、だって。そうなん、忘れないよそんなのね。でパクハ好きな人さ、なんか多くなかった？結構、いやめちゃくちゃ多い。うんね、なんかあの最近あの話題の片瀬奈々さんとかもそうだし、うん、うん、ねやっぱりあの真面目でやっぱ実力あるっていうのはすごい刺さるよね。私もすごい刺さってたし。わかるわかる、そう、いや結局真面目な人よ。うん、確かに日本で人気出るっていうのもめちゃくちゃわかるわ。うん、いやそうだね。うん、うん、であの韓国語の方はねちょっと長いから拡大はしないまま行きたいんだけど、割とね最初の方はなんか本当に自分の気持ちを、ま、率直に話してるような感じで、なんかやっぱ申し訳なさみたいなところもすごい、うん、すごい伝えてくれてるし、なんか
うん、この手紙を書くことに対しての気持ちみたいなところも、なんか申し訳ないっていうところ。でも、うん、同時にその寂しくなかったっていう感謝の言葉を伝えたくて、うん、手紙を書くことにしましたっていう、なんかこの始まりから結構なんか素敵やね。素敵というか、まあ悲しい内容ではあるんだけど、なんか、すごい誠実な性格みたいなのが伝わるね。うん、いや、そうだね。いや、そうだって、もう本当あのファイナルのさ、舞台終わって、まあ、もしかしたら皆さんがね、帰り道、僕のためにたくさん泣いているのではないかという心配で、みたいな。うんうん。なんか僕も眠れませんでした、みたいな。いや、そう、だからやっぱ夜ね、自分自身も寝れなかったのか、まあそれはそうだよね。しかもさ、その、眠れなかったし、だからその、日が朝来るまでってことなのかな？日が昇るまで、半眼で、こう考え整理したっていう時間を設けたっていうことも書いてあるから、その、川沿いでさ、こうやって、いろいろ考えながら、なんか、気持ち、自分と向き合ってっていう時間をしてたんだっていう。いや、私、こういうさ、その時の背景分かる分めっちゃダメなんで、好きなんで。好きだし、な切なさもすごい感じる。でもそうだね、絵が浮かぶもんね。うん。でもなんかあとはさ、やっぱ練習のところもさ、そのステージやっぱ最善尽くしたいから、その休める時があっても休まず練習したし、たくさん休む時あっても1回とか少なめにして休んでたっていうことも書いてたり、うん、やっぱだからあのステージ、もう毎回パカンビンさ、すごいね、いい評価も受けてれば、うちらが見てるやつでもすごい明らかにかっこいい、すごいパカンビンみたいな感じだったから、うん。やっぱそういう努力のもとだったんだっていう、あれだね。確かに。いや、マジ、ファイナルのパカンピーめちゃくちゃ良かったからね。わかる。バイトしとるから、もうジェリーポップで。そうだね、ジェリーポップもそう。あともうね、ナンピンダもね、結構抜かれるんよ。そう、めっちゃ良くて。ナンピンダのさ、制服あのバッチついとくからね、マスターにもらった。あ、そうなん？そうらしいよ。やば。そう。ねえ。うん。で、さらにやっぱ最後の方は本当日本語でも伝えてくれてる通り、やっぱもっといい姿で、まあ、戻ってきます、うん。待っててくださいっていうのが、なんか信じようっていう気持ちになるよね。うん。いや、そうだね。なんか次につながってる感じでいいよね。そう。フェイクワン頼むよって気持ちよな。いや、わかる。なんかそれさ、なんかツイッターとか見てても、そういう人多いよ。なんか。フェイクワン頼むよはさ、そのもちろんパクハンビンとかさ、そうイ・ジョンヒョン君とかもそうなんだけど、ゼビワンに対しても持ってるからね。マジウェイクワン頼むよねしかないよね、今。マジでほんとそう。うん。じゃあ最後、ジェイね。いや、ジェイね。ジェイもね、パクハンビン形式でね、ほんと机がちょっと垣間見える感じですごいね、個人的にグッとくるんだけど、うん、ね。そうだね。しかもなんか、しかもちょっとなんか髪質、すごいいい髪質の髪かな、みたいな。本当だ。めちゃくちゃザラザラじゃん。壁紙みたいな感じの材料だ。あ、そう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 。壁紙みたい。マジでうちの壁紙みたい。いや、うちもなの。ね、あとさ、ごめん。もうさ、右のさ、ラプンツェルだけめちゃくちゃすぐパッて目に来るね。どういうことってなっとるから。ちょっと待って、これさ、粉丸のことじゃないよね。粉丸ってか。キムテレの下りじゃないよね、これ。わからん、どういうあれの、ラプンツェルっていう、そっか、友人って言われとるから、ファンの名前、うん、日本のファン名なのかな、はラプンツェルなのかな。あー、でもそうなのかも。うん。なんか英語だと J スターズで、ソンヒダン、韓国語で、うん、なんか各さ、国で、呼び方違う、言語で。すごいオシャレじゃん。何それ。いや、マジで。そんなことあんのって思ったよね。やば。使い分けてんの、国によって。すげえファンダムじゃん。うん。だから、ちょっとさ、ファンの方もちろんいらっしゃると思うからさ、ちょっとどういう経緯でラプンツェルになってるのか教えてほしいね。まあ、でもそれ多分友人だからだと思うんだけど、J がね。うん、ああ、そうだね。てか、マジで、私、今日マジで、今日の午前中、私11時ぐらいから何言っとるんだっけど、ラプンツェル見たマジで。もう、J のことしかさ、J とキムテレしかさ、脳内に出てこんかったよ、マジで。いや、キムテレは、うちらだけだと思う、きっと。髪の毛下ろしてーのさ、もうお母さんのところがもう脳内でそうかったね。お母さん怖かった、本当に。あ、そう、いやいやいや、ラプンツェル感想になってるから。そっか。で、J の手紙ね。なんか冒頭さ、なんかこの手紙を書いては消してって、なんかやっと書くことができました、みたいな。なんかいろいろ、そうだよねって思って、なんかすごいちょっと胸がね、痛くなったよね。うん、そうだね。
え、一発で書けるん？やっぱ下書きして書いとるんかね。なぎゅきになっとるってんだけど、うん、いや、すごいさ、いい紙だから余計さ、なんかね、うん、慎重になりそうだなと思って。確かに、だからちょっと下書きとかで書いて、みたいな。そうだよね。なんか個人的には、真ん中ぐらいかな。まあ、2年前に誰かが、まあ、今年、2023がこうやって始まるんだよって言われたら、信じれなかったと。で、2年前にさ、その僕歌手を完全に諦めたって書いてあるんだけど、うん、え、そうなの？みたいな。なるほど。なんか、多分、いくつかね、多分 J もオーディション受けてるから、そこで、こう、やっぱり挫折を感じて、ああ、僕は辞めようってなったってことなのかな。うん。なんかさ、マジで J の才能がすごすぎて、マジで、超もったいないって思っちゃうよね。うん、そんな、って思うよね。なんか、そうなんだ、一回諦めてたんだ、みたいな。いやー、わかる。てか、J、J ね、そう、やっぱ、いいステージいっぱいあるからな。私、やっぱ J のね、うん、声すごい好きで。うん。もちろん、のわねがのところも好きだし、おばみのなんか叫ぶところも好きだしで、ジェリーポップのところも、なんかパート結構少ないんだけど、その少ないところでもめっちゃかっこいい友人してるとこあるんで。あるあるある、わかるわかる。そう。もったいなって思っちゃうよね。もし本当に諦めたままだったら。よかったね、目指してくれて。いやだから、ね、ボイプラーさんも残念ながら、こういう結果だったけども、でも、ボーイズプラネットを通して僕はまた勇気を取り戻したみたいな。うん、うん。うん。で、そういった一回諦めてた自分を許すことができたみたいなこと言ってるから。うん。ああ、なんかまたこれで変われたんだったらそれは良かったよね。そうだね。しかもさ、最後の方だと、やっぱりね、会える準備してるっていうことも言ってくれてるから、うん、まあ、それもね、なんか言葉通り受け取って期待したいよね。うん。うん、そうだね。あとやっぱ最後にロックスター J ってところもめっちゃ好き。あー、わかるわかる。いいね。なんかそういうのいいよね。そう、うん、あなたのロックスターだよ。だってやば。なんか J だったらうるさく感じんね。なんかクムジュンヒョンだったらちょっとうるさってなったけどさっき。いや冗談だよ。クムジュンヒョンは宇宙最強の極みだからそうそうそう、 J だったらかっこよってなる。なんかそうだね。最強のロマンチストを聞いたらとかね。やめてよ、そんなことわかるからねえロマンチストってなんか言ってしまった、うん、で以上でね、今回は、まあ、ファイナリスト、もう惜しくも、まあ、デビューには至らなかったけど、まあ、ファイナリストに残ったメンバーの、手紙について言ってたけど、いや、なんか本当全員分あったからさ、9人。うん、なんか本当それぞれの思いが分かって、なんか、だからちょっと嬉しかったね。うん。まあだからさ、練習生のこれからが楽しみだよね。そうだね。